しテンション上げていこう。イエイイエイイエイ。はい、ということでやっていきましょう。毎度おはようございます、こんにちは、こんばんは、アークです。よろしくお願いしまし。今日はあれ、あいつ、あの新作が出てきましたよ、皆さん。ということで早速紹介していきましょう。こちら、あー、白爆もち麦マックス。もち麦、え、これもち麦で合ってるよね。もち麦って何？え、なにこれ、なにこれ、これや、これがもち麦かい。これも火薬ですね。なんでこんな袋パンパンなの？すげえ空気入ってんねんけど。ガチョー。はい、ってことで完成です。まあ見た目はね、もう普通の、ほんま普通のペヤング。とりあえずじゃあ食べてみましょうか。いただきます。めちゃめちゃ微妙。いや、あの、ごく激辛に比べたらやっぱめっちゃ食いやすいし、美味しく食えるからいいけどさ、その、このもち麦がね、なんかアクセントになるかって言われたら全然ならへんのよ。で、後味あるかって言われたら別にないし。ただ、香りが少しだけ。しかも、あの、食べた後の香りじゃなくて、直接の香りがちょっとあるぐらい。あ、これがもち麦なんかなみたいな。青海苔ともち麦の相性はいいのに、もち麦と麺の相性は別に良くないみたいな。これペヤング関係のね、会社で働いてる人見たら一個言っていいですか。これ絶対にローソンの悪魔シリーズパクったでしょ。はい、ということでごちそうさまでした。いやーね、これはもうあれでしょうね、多分最近出たペヤングの中で多分一番売れへんと思う。うん、それぐらい微妙でした。はい、僕別にプロでもなんでもないから僕のただの感想なんですけど、まあコンビニで売ってると思いますんで、よかったらね、あの、ぜひ食べてみたらいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしね、あの、この動画面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということでもう一個食っていこう。もうこれ2個目で早食いするってもうお決まりのパターンじゃないですか。まあ早速食べていきましょう。これ1個食って思ったんが、早食いさせんようにして、このもち麦のせいで非常に早食いがしづらい状況にはなってますよね。あ、準備してる間に一つ言いたい。もち麦、湯切りの穴から何個か出ていきますよ、普通に。一緒に、あーって落ちていくよ。なんか、ゲロみたい。はい、ってことで準備万端です。今回もね、角寄せの食べ方でね、食いたいと思います。ストップ!ウォッチ0秒いきます。いきますよ、よーいスタート。はい、ってなわけでタイムがね、32秒69。あれ、いつもよりめっちゃ遅くないって思いません？だいたい僕いつも23秒から多分25秒の間ぐらいなんですけど、これあの、もち麦が壁にへばりついてなかなか取れへんのよ。おい、ペヤング早食いさせんようにしてるな、俺のチャンネルを潰す気か。ということでね、はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画面白かったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、アークでした。見えへんねんな、今ね、多分編集でちゃんと出てると思うんですけど、鼻から出たね、焼きそばです。ごちそうさまでした。